それでは比江島選手のインタビュー整いました。入江さんお願いします。比江島選手、勝利おめでとうございます。ありがとうございます。昨日に引き続き、まあ、同じように16分ぐらいのプレータイムだったんですけど、まあ、2桁得点で今日の試合振り返っていかがでしょうか。そうです、まあ、入りの方はあんまりいい形ではなかったと思うんですけど、でもしっかりやっぱりディフェンスから早い展開を持っていっているところは僕たちが目指しているバスケもできたと思いますし、自分もアグレッシブにプレーできて良かったと思います。昨日の試合もそうだったんですけど、高島選手、まあ、若手の同じポジションで活躍している若手がいるんですけど、はい、まあ、高島選手は、比江島選手や遠藤選手がいるからこういい環境でやれてるって言ってたんですけど、まあ、そういったなんかアドバイスとかも練習中とか試合中してるんですか。アドバイスですか、はい、比江島選手から高島選手にアドバイスとかも、はい、いやいや、もう彼はもう能力も高いですし、走力もあるし、ディフェンス力もあるし、まあ、彼がそのままアグレッシブにプレーしていければ、まあ、来年のオリンピックにも選ばれる逸材だと思ってるんで、まあ、本当に伸び伸びやってほしいなっていう思いで、まあ、本当にこの2日間はアグレッシブにやってると思うので、引き続き、はい、頑張ってほしいなと思います。比江島選手はこう、まあ、ワールドカップ以降で、はい、まあ、僕もバラエティ番組を見たりもしてるんですけど、まあ、その辺の、まあ、活躍も今後ぜひ期待したいなと思うんですけど、はいはい、まあ、その辺自身のこうなんかワールドカップ以降のなんか感じますか、変わりっていうか。そうですね、もう本当にバスケット自体がすごく盛り上がってるっていう実感もありますし、そうやってメディアの方にも呼んでいただいて、まあ、バスケットがもっともっと盛り上がるように自分も少しでも司会になれたらなという思いがありますし、まあ、こうやって富山の方もたくさん見に来ていただいて、まあ、本当に幸せな環境でやらせてもらっているなという実感もしているので、まあ、バスケの方が本業なのでそこでしっかり結果を残していきたいなと思います。はい、今日もおそらく比江島選手を見に富山のブースさんも来てこんなに多く集まったと思うんですけど、はい、まあ、最後に一言、まあ、バスケブースさんにお願いします。そうですね、まあ、これからも各地に行ってたくさんの方が来てくれると思うんですけど、まあ、本当に皆さんが楽しんでもらえるようなバスケットをブレックス自体もやっていきたいと思ってますので、はい、まあ、ブレックスファンも応援本当にありがとうございました。また頑張りたいと思います。今後の活躍も期待してます。ありがとうございます。音切れだ。比江島選手のインタビューをお届けしました。すいません、音切れちゃったです。ありがとうございました。音が切れていたということがありましたけれども、はい、はい、ちゃんと最後まで終わりました。そうですね、はい、ブレックスのエース、日本の天才、まさにリーグを代表する男、比江島慎の声、今日は17得点の比江島の声をお届けしました。